はい、どうもどうも、元キャンプです。今日はこちらのバイク用グローブについてお話ししていきます。今までバイクに乗って5、6年経ってきたんですけど、ここのですね、5種類ぐらいのバイク用グローブを使ってきました。これからですね、バイク用グローブを買おうかなっていう人向けに、選び方の目線と今まで使ってきたグローブのレビューについてお伝えしていきます。そもそもなんでバイク用グローブが必要かっていうお話なんですけど、バイク用グローブをしていた方が運転しやすくて事故の時も手を守ってくれるっていうところに尽きると思います。バイク用のグローブっていうのはこうハンドルを握る動作をですね前提に作られています。指を曲げた時に関節にゆとりがあるように作られていたり、ブレーキにかけて指が滑らないようになっていたり、いろんな工夫がされています。もしバイク用グローブ以外のグローブをしていた場合、そのうち関節部分に穴が開いたりとか、そういった不具合が起きる可能性があります。例えばですね、これ100均で買ってきたただの手袋なんですけど、普通にペラペラですよね。見比べると指がバイク用グローブの方が少しこう曲がっていますよね。バイク用じゃないやつをですね、こうやって何回も何回もブレーキ動作を繰り返しているうちに、この関節部分から穴が開いてきたりっていうことが考えられたりします。で、さらに、こういったバイク用グローブですね、きちんとプロテクターなんかも入ってたりするので、もしね、事故が起きた時なんかにも手をきちんと守ってくれるっていうところが心強いです。こういった革製のグローブなんかは引き裂きにも強いので、転倒してアスファルトに手を擦りつけちゃった時なんかも、素手の時よりも、はるかにダメージを軽減してくれます。手の指って一本でもかけると日常生活で大変苦労してしまうってことが考えられます。なのでバイクに乗るっていう時は代用の手袋とかではなくて、ぜひバイク用グローブを身につけるっていうのが安全のためにいいかなと思います。で、個人的にバイク用グローブを選ぶときに重視している機能っていうのが6つあって、ナックルプロテクター、引き裂きに強い素材であるってこと、スマホタッチ機能、春、秋、冬だったらロングカフモデルがいいなと、で夏用だったら、涼しいメッシュタイプのグローブがいいなと思います。で、冬用ですね。冬用だったら防寒性能とか防水性能を重視したものを選んでます。一つずつ説明していくと、まずナックルプロテクターっていうのはこの手の甲を保護してくれるプロテクターのことですね。事故の時にこの手を打ち付けた時を考えると、やっぱりこの骨張って出っ張ってる部分っていうのは怪我をしやすいですし、とりわけこういう関節の根元になっている部分っていうのは、怪我をしてぐちゃぐちゃになったりすると、もうその後多分物が握れなくなるんじゃないかなっていうのが個人的にはめちゃめちゃ心配なので、こういった必ずですね手の甲を守ってくれるものを選んで身につけてます。で、加えて引き裂きに強いっていう話なんですけど、当然事故に遭うとですね、体はバイクから投げ出されてアスファルトに打ち付けられるってことが考えられます。で、そういった時に、まあ、当然人間だから反射的に手をつくし、アスファルトの上をザーッとこう大根おろしみたいにこう擦ってしまうってことも考えられるので、こういう革製とかね、引き裂きに強い素材のものを選んでます。で、3つ目のスマホタッチ機能なんですけど、今時ね、スマホをナビ代わりにしてるっていう人も多いと思います。例えば赤信号で停車中、ちょっとスマホを触りたいなっていう時があったりすると思います。で、そういった時にいちいちグローブを外して操作してると非常にもたついてしまうし、グローブを外してる時なんかにいきなり青信号に変わったりすると慌てて素手で発信したりしないといけないので、やっぱり危ないなと思います。今までスマホタッチ機能があるものとないものを使い比べたこともあるんですけど、間違いなくスマホタッチ機能がある方が便利です。例えば Google マップとかがいきなり今の経路よりも短い時間で行ける経路がありますよみたいな感じでいきなり通知してきたりするんですよね。で、その通知がうざいのでピッてこうやりたいんですけど、まあ赤信号止まった時に画面を一回タッチするだけでも手袋を外すっていうのが結構面倒だったりします。なので、まあスマホタッチ機能があると手袋を外さずにそういった通知なんかをピッてこう一旦タップして、もうそれでおしまいっていう風にできるので結構楽だなと思います。ただし、バイク用グローブっていうのはどうしても厚手になりやすいので、スマホタッチ機能があったとしても細かい文字を打つとか複雑な動作はやりづらいですね。大きなボタンを押すとか通知をちょっとタップするぐらいの簡単な操作ぐらいしかできないかなと個人的には思ってます。で、お話の4つ目ですね、春秋冬ならロングカフモデルがいいですよっていうお話なんですけど、ロングカフっていうのは手首まで覆ってくれるタイプのものですね。手を打ち付けてしまうときに手首も一緒に擦ってしまうっていうのが考えられます。ちょうどですね、自分の服とグローブの境目になりやすい部分なので、きっちりグローブが手首まで覆ってくれるものできちんと保護してあげるといいなと思います。あとは冬なんかは冷たい空気が手首から入り込んでしまうので、きっちり手首を保護してあげると寒さも軽減されると思います。
で、一方で夏ですね。夏用はやっぱりメッシュグローブが便利です。メッシュグローブっていうのは、まあ、全体がメッシュっていうよりは、こういった感じですね。関節の部分にメッシュを取り入れたりして、通気性を良くしているグローブです。やっぱり夏ってめちゃめちゃ暑くて、手の汗とかもすごいかきますので、手汗でですね、本当に気持ち悪い思いをしてしまうので、他の革製のグローブと比べると、やはり防御力というかプロテクション機能は多少落ちてしまうんですけども、夏っていう季節柄どうしても通気性をある程度重視しないといけないなというふうに考えています。で、ポイントの6つ目、最後ですね。冬だったら防寒性能、防水性能を重視してくださいっていうお話なんですけど、バイクってのはやっぱり冬めちゃめちゃ寒いです。走行風もめちゃめちゃ冷たいので、あっという間に手がかじかんでしまいます。よく暴走族とか、真冬でも軍手で走ってるけど、ほんとよくやるなって思いますよね。で、そんな感じで、冬のバイク用グローブはとにかく防寒性能が最重要です。で、他にも、急に雨が降った時に手がかじかんでしまわないように、防水性能があると、非常に便利だなと思います。で、防寒とか防水に強い素材で言うと、これは違うんですけど、まあ、ゴアテックス素材なんかは非常に有名ですね。防水、防寒、どちらも最強です。で、ただし値段がちょっと高めですね。で、他にも雨に強い素材として、ネオプレーン素材っていうのもあるんですけど、ゴアテックスほど強い素材ではないです。どうしてもちょっと雨が染み込んできたっていうことがあったりします。で、これも冬用のグローブなんですけど、詳しくはこの後でレビューしていきます。で、続いて今まで私が使ってきたバイク用グローブのレビューをお伝えしていきます。で、ただレビューをお伝えするだけだとつまんないので、サイズ感ですね。多分皆さんバイク用のグローブ買うときに自分の手のサイズだと L かなとか XL かなとか迷うと思うので、私の手のサイズとどういったサイズのグローブを買ったのかっていうのをちょっと比較しながらお伝えしていきたいと思います。私の手のサイズはですね、手の先から付け根までが9センチ。手の甲の幅が9センチで、中指の先から手首までが 19.5 センチあります。で、基本的にバイクのグローブは XL のサイズが多いですね。初めて買ったのはですね、こちらのデイトナのゴートスキングローブっていうものです。で、ゴートスキングローブっていう名前の通り、ヤギの皮でできてます。ヤギの皮の特性として、丈夫な割に柔らかいっていうメリットが挙げられます。牛側よりも柔らかいので手に馴染みやすくて、まあ、ハンドル操作なんかでもね非常にしやすいと思います。で、ちょうどこのバイク用グローブを買った時が、初めてバイクを買うタイミングだったんですね。そんなにお金もなかったのでリーズナブルなやつにしたいなということで選びました。4000円前後で手の届きやすい金額だと思います。で、このグローブね、さっきも見せたと思うんですけど、手の甲にもきちんとプロテクションが入っているので扱いやすいです。で、向きとしては春秋用かなと思います。これ冬につけるとめちゃめちゃ寒いと思います。で、夏につけるとあんまり通気性は良くないのでちょっと手の甲が蒸れちゃうかなっていうところですね。なんで春秋を中心に使うといいかなと思います。で、私が買ったのはこれスマホタッチ機能のないタイプのグローブなんですけど、このメーカーのデイトナからはですね、同じゴートスキングローブとしてスマホタッチ機能があるものも発売されてます。概要欄に URL を貼っておきますので、よかったら見てみてください。本当にですね、リーズナブルで手に馴染みやすいグローブなので初心者の方にもおすすめです。はい、お次がコミネの GK183 っていう夏用のメッシュグローブです。特徴としてはこの指関節の部分がメッシュになっているので非常に通気性がいいですね。親指側なんかも結構こう蛇腹状の素材になったりするので非常に曲げ伸ばしがしやすいですね。で、手の甲にも、プロテクターがついているので、手の甲が守られています。で、このグローブもう2年ぐらい使っていて、だいぶくたびれて引退しているグローブなんで、多少剥げてしまってるんですけど、指先にも一応スマホタッチ機能がついてます。で、お値段も、まあ、サイズとか色によって違うんですけど、4000円前後ぐらいで買えるので、非常にお手頃な値段だと思いますね。初めてメッシュグローブを買う方にもおすすめできるグローブです。で、ちなみに、このグローブ結構差し色がですね、カラフルな色をしているので、視認性が高くて、野営すると結構気づいてもらえる確率が高かった印象です。で、このグローブ、いいグローブだったんですけど、メッシュの部分がちょっと剥がれてしまって、ああ、もうこれ2年使ったから引退かなっていうところで、だいたい5000から1万キロぐらい走って引退っていう感じでした。もうメッシュっていう素材上仕方がないのかなと思います。これぐらいの寿命だと納得はしていますね。
で、GK183 のグローブ引退して、次買ったのが同じくコミネの GK220 というグローブです。で、このグローブの特徴は、指の部分にですね、パンチング処理がされているので、まあ、この細かい穴から空気が入ってきます。指の側面もメッシュになっているので、GK183 のグローブよりも非常にたくさんの空気が入ってきます。もう本当に暑い夏場なんかは、だいぶ涼しくなってありがたい機能だと思います。手のひらの一部もメッシュになっているので、ここからも空気が入ってきます。で、メッシュだらけになって、まあ、防御力心配じゃないかなっていう部分もあると思うんですけど、きちんと手の甲の部分にはですね、ラバー製のプロテクターがついてますし、ここにはプラスチック製のプロテクターもついているので、表も裏もですね、ぶつけた時に大きな怪我をしないような工夫ができてます。関節にもちっちゃいながらも一応プロテクターがついているので、なかなか細かい配慮がされているなという印象です。あとは目立たないんですけど、手の甲にも反射板がついてたりするので、夜間の視認性も多少良くなっているかなと思います。なんでこのグローブの印象としては、GK183 よりも通気性とプロテクター機能をうまく両立させようと頑張っている商品だと思います。で、この商品に関してはまだ1000キロ、2000キロぐらいしか走ってないので、耐久性に関してはちょっと今のところ3つですね。お次はですね、こちら普段私がメインで使っているアルパインスターズの SP8 っていうグローブです。春、秋を中心に使ってますね。この SP8 は手首まできっちり保護してくれるので、保護部位が広くて非常に安心感があります。で、加えて手の甲にしっかり丈夫なプロテクターがついてます。あとは小指と薬指ですね。ここをつなげるような素材ができてます。これなんでかっていうと、倒れた時に小指をボキッてこう持ってかれないように、小指と薬指を連結させて、小指が骨折しないような保護性能を加えているっていう感じですね。あとはこういった指にですね、クッション素材が入っているので、まあ打ち付けた時にダイレクトに衝撃が伝わらないような工夫がされてたりします。手の甲にもあるし、手のひらの部分にも2箇所クッション素材ができてます。親指の付け根にもありますね。で、こういった感じでクッション素材がありながらも、通気穴もあったりするので、多少の蒸れにも強いような感じになってます。基本は革製でできているので非常に丈夫ですし、信頼感がめちゃめちゃ高いグローブですね。行動用のグローブなので、レースでは使えないんですけど、春秋を中心に私はこのグローブ必ず身につけるようにしています。本当にね、1万円ぐらいはするんですけど、値段に見合った機能と耐久性で本当にお勧めできます。もう2年以上使ってるんですけど、剥げてきた部分はあるんですけど、機能自体はまだまだ十分ですし、どこかが破けるって言ったこともないですね。さすがアルパインスターズって言ったところです。はい、お次が RS 太一のステルスウィンターグローブです。ウィンターグローブって言った通り、冬用のグローブなんですけど、これステルスっていう名前、なんでステルスかっていうと、冬用のグローブなんだけど、あんまりゴワゴワせずにスッキリした見た目ですよっていう意味らしいです。ステルスウィンターグローブ、結論から言うとめちゃめちゃおすすめです。気温2度ぐらいの中でもこの太一のグローブでツーリングできました。他のグローブだったら多分指が凍えてしょうがなかったと思うんですけど、多少気温の冷たさを感じながらも快適にツーリングできたので、非常にいいグローブだと思います。手首もしっかり覆ってくれるので、寒い空気が手首から入ってこないので、で、この素材も防水性能があって、試しにですね、私シャワーを当てたこともあるんですけど、全然水も染んでこなかったので、冷たい風も冷たい水もシャットダウンしてくれる非常に頼もしいグローブですね。で、一応スマホタッチ機能もここについてるんですけど、冬用のグローブっていうところでどうしても指先が分厚くて細かい文字入力はできないもんだと思っていた方がいいと思います。あとはまあ、対向車線に向ける部分ですね。こういったところに反射板もあったりして視認性を高めていると。こういった心遣いはさすが太一だなと思いますね。非常に機能性が高いグローブだと思います。で、しかもこのグローブ4年ぐらい使い続けてるんですけど、今ね、改めてレビューして思うんですけど、4年使ってるとは思えないぐらい綺麗というか、ほつれとか破れもないので、改めてですね、太一のこういう手袋とかね、プロテクターの機能性の高さっていうのに驚いてます。めちゃめちゃいいグローブだなと思いますね。で、お値段が8500円前後ぐらいですね。機能性の高い冬用のグローブの中では妥当な価格だと思います。で、中には機能的なのは分かったけど、いやちょっと高いなという人もいると思います。代わりの案としてですね、冬でもあったかく過ごすためのもので言ったら、ハンドルカバーもあります。これはコミネのハンドルカバーなんですけど、これはですね、ネオプレーン素材でできているので、寒さとか
雨に強いので非常に暖かいです。冬用グローブをしなくてもだいぶ手を暖かく過ごすことができます。ハンドルカバーって集金のおばちゃんが原付につけてるようなイメージだったりとかして、あんまりかっこよくないと思います。ハンドルカバー好きな人はいないと思います。で、実際に使ってみた気持ちなんですけど、ハンドルカバー自体の機能はめちゃめちゃいいです。どうしても今日雨なんだけど出かけなきゃいけないとか、もうめちゃめちゃ寒くて手がかじかんでしょうがないという時にハンドルカバーつけるだけで雨から冷たさから守ってくれるので本当にありがたいものだと思います。価格も 2,3000円程度で安いんですよね。特に高速道路みたいに風とか雨がめちゃめちゃ強くぶつかってくるようなところだと、並大抵の防水グローブだと雨とか風が染み込んできてしまうので、ハンドルカバーを1個つけるだけでも手を守ってくれるのでありがたい機能だとは思います。価格と機能性はすごくいいんだけど、ビジュアルがちょっとっていう感じですね。本当にお財布とか見た目のこだわり等をですね、天秤にかけて考えてもらったらいいかなと思います。手入れに関してなんですけど、やっぱりバイク用グローブって手汗とか油が染み込んできて、たまに洗濯しないと不衛生になっちゃうと思います。で、ただいろんな素材があるので、今回ちょっと素材ごとの洗濯のポイントみたいな感じも簡単にお伝えしていきます。まずネオプレン素材ですね。摩擦に弱いので、一般の家庭用洗剤でもいいんですけど、優しく手洗いするっていうのがポイントです。ゴアテック素材に関しては、柔軟剤、漂白剤のない液体洗剤でゆっくりつけ置き洗いするっていうのが洗濯のポイントです。あとはこういった化学繊維ですね。化学繊維に関しては通常の家庭用洗剤で手洗いすれば十分です。で、最後にめんどくさいというか難しいのが革用製品ですね。革製品っていうと専門のクリーニング業者に洗ってもらうのが一番ですね。ただどうしてもお値段的に高いので、私はどうしてるかっていうと、こういう革専用の洗剤を使っています。一般の洗剤よりは少し高いんですけど、専門のクリーニング業者に出すよりは安く済むので、バイク用の製品ってやっぱり革製品が多いので、この革ルンっていうですね、革専用の洗剤を使ってお手入れしています。概要欄に貼っておくので、よかったら確認してみてください。これ何度も使ってるんですけど、革製品が劣化したとかいうこともなく、きちんと洗えているので、個人的には満足のいっているいい商品だと思います。はい、というわけで以上、バイク用グローブの選び方とおすすめのグローブでした。やっぱりバイク用グローブってバイクに乗ってる時だけの快適性だけじゃなくて、バイクを降りた時の日常生活のためにも身につけたいアイテムだなと思います。万が一の事故があった時でも手のダメージを最小限に抑えることができるので、日常生活への復帰も早めてくれると思います。安全で楽しいバイクライフの参考になれば幸いです。モトキャンプでした。またね。